はい、皆さんこんにちは、マリオッチです。今明るくね、ここの被災踊りちょっと紹介しようかなと思って今歩いてるんですけども、あ、仕事前なのでね、少しだけこんな感じですね。結構ね、熊沢書店というのはね、何回も聞いたことある本屋さんいっぱいありますね。結構本屋さん好きですよ。まあ好きな本があったりとか、最近今ウィル・ゲイツっていうことは結構聞くんですよね。本屋さんとかザーリズカフェ、あっち行くとなんとかファクトリーっていうのがある。ちょっと見てみましょう。まだ仕事までにね、時間があるので、ちょっと行ってこようかな。体ファクトリーって面白いな、名前。昔このキャンドルって100均って知らなくて、100均でもちょっとおしゃれな100均ですよね。こういうのも100均で売ってるんだと思って。そう、体、まあボディケアって言った方がいいかな。ゴーゴーコッキっていうのかな、固着っていうのかな、ネイリストとかあったりしますね。まあ20本あるからいろいろといけるかなと思って。ここの結構キャンドゥって結構大きいんですよ。前もあって後ろもキャンドゥです。結構大きいですよね、地下にしては。はい、皆さんお気に入りの店あるかな。これも体をほぐすマッサージ、ドクターストレッチやってみてもらってもらおうかな。今度面白そうだな。今いいところ発見したな。まあ女性さんの服です ね。まだ今閉まってるけど、これもなんか新しいショップって沖縄物店ですね。これいいね、名産物ですね。ハッピートリー沖縄クーポン、シークワーサーとかいろいろ売ってそうですね。ここ豚パグだったっけ。北海道の名物店もあります、ね、最近変わったね、地下。ちょっとぐるっと皆さんに案内したいと思いますのでね、こうやって一緒に散歩でもしてみませんか。あまり人を顔を映さないようにしてるんですけども、後でもモザイクかけたか知らないんですよ。まだこんな感じですね。んこれいつね、いつでもだから、いつでもっていうのかな。おしゃれいたね、このおしゃれ工房、服とか直すところですね。ゴールドプラザ、金とか多分買うとるじゃない、ネックレスとかそういうの金じゃないか。え、ポスかカードか、ね、女性のハイヒール、この曲とも著作権にやってしまいそうだから、後でバックで違う曲つけます。レナン、結構女性の小物売り場が多いですね。うん、まだサマルカフェ、これ結構前行ってたな。あのジャスコとか行くと、この方サバよりもこう行ってた子とか多かったな。ファイブファイブ、まああとはあっちが全部閉まってるので、あっちは行かずにちょっとここをぐるっとカーブしとこうかな。こんな感じ、メガネ屋さん、
うん、階段になります。であっちはどっちかっていうともうこのまま行くと公務員だけしかないので、公務員だけしかないのでちょっと上終わります。公務員ってもさっき僕は始まったところしかないので上に行きます。まあ食べ物屋さんもあるけど、どっちかっていうとみんな上が気になりますよね。上はあ、ちょくちょく階段登っての僕もね、亀さん歩きだからね、亀さんみたいになる気がするのでちょっとね、亀さんみたいな歩きするのですごく遅いです。遅い割には心拍数はすぐ上がってしまうっていうデメリットを持ってます。おっと、こけそうになった。いつも段差があるとこけるんだよね。セントラルパーク31番出口、これは皆さんの大好きなタワー。一回だけ登ったことある。500個に確か登れたはず。一度だけ伸びたんだけど登った。一度だけ。そう、僕のあの、なんだろう、8年ぐらい前か9年前ぐらいの付き合った人をタワーの上で告白したっていう覚えがある。もちろんスペイン語でね、人もいなかったし、これが新しくできたところですね。綺麗ですね。でお店屋さんがあって、お店があって食べ物屋さんが多いんだよね。タイ料理にタイ国政府認定レストラン、名前かっこいいな、うん、政府が認定したレストランっていうとなんか美味しそうだなって思ってしまいますね。いつもあったこうだと水がシューってシューって出てるんです。高知で、あそこにはポーラ、違うな、ポーちゃんの名前なんだ、プルラ。ちょっと僕ね、目がね弱いのでね、光にあまりうまく読めない。 SURLA って書いてあるのかな。近くでも読めないっていうのはちょっと怖いけど、うん、フルラって書いてあるね。まあ、高知フルラ、まあ、フォーエバーか。そう、まあ、エスカレーターがあって、あっちに芝生があって、お店があって、ポーロっていうね、シャツとかのあの、ゴルフ用だったっけ、服とかも売ってますよね、ポーロって。で、まあ、今皆さんが語ってるってことは大きなモニターがあるってことかな。ちょっと一回降りて、一回登ってみましょうかね。あ、ちょっと一回階段を降りたんですけども、大きなテレビがあります。で、こうやって人が休憩してるね。まあ登っていきましょう。はい、10時35分。あと、10分程度で仕事場に着かんでかんな。で、ここにタワーが見える。あー、背中痛い。ボキ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 なる。そう、寝相が悪いんですよ、最近。うまく眠れてなくて。着きました。こんな感じですね。
歩いて行って、でまあお店があるからミニメガネ屋さんだとかあって、オロブランコもありますね。あとトミーも上にあります。マイケルコースっていうブランドもあります。 EGW とお店もありますね。あ、これ美味しそうなパフェですね。パンケーキ今度これ食べに来ませんか、みんなで。これこれこれ美味しそう。ナポレオンパイケーキです。美味しそう、女性に人気ですね。お姉さん方も、お姉様方もいっぱいいるね。そう、まだ水が噴水してないけど、そうやって来るとシャーって出てきます。で、ね、去年の11月ぐらいにここに撮りに来たな、動画撮影したな。寝癖がすげえあれ。まだ、あ、ごめんなさいね。天気がすごい。こんな感じですね。本当にちょっとしたビデオです。軽いお散歩動画です。帽子かぶろうかな、そろそろ。で、まあ縦の街って言って居酒屋が並びますね。で、松本清がここだけなんか東海、都会か、都会っぽいよね。ここだけちょっと海外風、多分それをイメージしたのかなとは思ってます。考察で、もうハブ、ハルブスだったっけ、ハーブス、ハーブ、ハーベーブスっていうのかな。ここのケーキ屋さん美味しいですよ。一度だけ誕生日に友達がおごってくれて、ここに来た。いい思い出があります。で、オークリー、グラスハット。まあ、で、僕はさっき登ってきた地下がこちらからです。ああ、一応自分としてみようかな。こんな感じですね。はい、ちょっとみっともない姿かもしれないけどね。散歩動画ですね。他にも筋トレするお兄さんがいますね。暑そう、夏だな。人はまだ少ないですね。昔ね、このやっぱりステーキのところにね、すごい好きなパスタ屋さんもレッツゴーだったっけ、レッツゴーだったっけ、あ、フォーユーだ、フォーユーっていうね、結構好きなパスタ屋さんがあったけどなくなっちゃった。で、やっぱりステーキにちょっとこんな感じのお店になってしまいましたね。まだ行ったことないので味は分かんないですけども、また時間があったら行ってみたいですね。はい、あれどう見ても伸びはビットコインしか見えない。まあいつも自分が止めている駐車場とか、今日はね車じゃないです、今日は電車です。はい、まあコロナになったから人が少なくなったね。
町も中も増えつつの少なくなってきてるね。増えて少なくなったり増えて少なくなったり、ね、はい。で今から自分の職場に向かってます。はい。一応職場の中から動画撮ることはできないので、外からだけしか撮ることができないので、あ、コツコです。キンキムです。ぜひここでね、僕ダンスとかズンバとかシャカダンスやってますので、ぜひ皆さんレッスン受けに来てみてください。はい。ちょっとだけエレベーターのところまで行ったら皆さんにバイバイしましょうか。今日もなんとなくね、お散歩動画に続きやっていただき本当にありがとうございます。またね、少しずつ動画の席に、よかったらチャンネルのダンス動画や散歩動画もぜひ見てください。ありがとうございます。じゃあ皆さんもバイバイ。